ヘクター・ホーガンはオーストラリアの陸上競技選手である。彼は1956年メルボルンオリンピックで男子陸上100メートル競争で銅メダルを獲得した。ホーガンは100ヤード走と100メートル走を得意とした選手でオーストラリア国内の100ヤード走競技会で7回優勝している。彼は220ヤード走及び200メートル走にも 出場して、オーストラリア選手権を2回にわたって制覇し、総幅跳びでは1954年に優勝した。彼は三段跳べにも出場した経験がある。1954年3月、彼は、シドニーの競技場で100ヤード走での当時の世界体、記録9秒3を出し、100メートルでは10秒2を記録した。1954年に、バンクーバーで開催された。 コモンウェルスゲームズでは100ヤード走と410ヤードリレー走で銅メダルを獲得し、1958年にカーディフで開催されたコモンウェルスゲームズでは410ヤードリレー走で銅メダルを獲得した。彼の母国オーストラリアで1956年に開催されたメルボルンオリンピックでは100メートル走で銅メダリストとなった。 他に200メートル走と400メートルリレー走にも出場したが、いずれも決勝には進めなかった。1960年9月2日に、白血病のため、妻と4歳の息子を残して29歳でよう去った。彼は、ブリスベーンのマリストカレッジの卒業生だった。91.44メートル。201.17メートル。ありがとうございます。